譲られた話でございます。そうか。優しい歌、一番優しい歌はあなたを思う歌、一番好きな場所は心温まる場所、ある場所はあなたといられる場所、行く先がわからぬ時も帰り道をなくした時も目を閉じて耳を澄ませばいつもあなたの声が聞こえる、一番大事なものは一番近くにある、いつでも近くにあるとあなたが教えてくれた、花を育てようってライブのタイトルにしてくれて、先週末土曜日あの長野で飯田っていうところに住んでる中島博さんという、ね、オートハープの名手なんですよ、ね、いつもここで名前を出す京都の木崎豊さんという人が弾いているオートハープは、まあ、最近それだけじゃないんですけどクロマチックというね、あのピアノみたいに全部の音がある、一見も何も全部あるバーの数も多い、ボタンの数も多い音なんですね。でもそれに対して中島博さんはどちらかというと私の弾いてるオートハープにちょっと近いんですけど、ダイアトニックのチューニングといってバーの数が、ボタンの数が少ない